はい、こんにちは、ギターの末松です。エネゴリです。久しぶりにエネゴリ登場です。ご無沙汰しております。というわけで、はい、はい、ちょっとこうまたなんかこうちょっと見えますかね、皆さん。というわけで、はい、今日は、はい、のテーマは、はい、このね相撲ストンプ、相撲ストンプですね。相撲ストンプ、はい、うん、それでそのこれはじゃあ何かというと、はい、ケンタウルスっていうね、うん、まあ、はい、ご存知の人はもう、まあ、有名ですね。みんなご存知ですね。はい、でも正直ですね、でも僕わからないんですよ、ケンタウルスが。ちょっとギター始めた時もが、まあ、中学生ぐらいですかね。うん、うん、その時に、まあ、一応販売はされてたけど、うん、いわゆるもう値段がちょっと中学生の小遣いじゃちょっと手が届かない。なんかその時でいくらだったんですかね、ちょっと忘れちゃいましたけど、うん、うん、まあでも簡単に手が出せないっていうので、うん、もうなんかあ、すごいものなんだなっていうので終わってたんですよ。だから正直試したこともなくて。なるほど。だからこう実は言うとなんか音としてはなんとなく聞いてはいるんですけど、うん、うん、でも弾いた実感とか全く正直知らないんですよ。一体何者なんですかっていう。なるほど。エネゴリが中学生だから97、98年とかぐらいとかですね。一応普通に生産されてた。ああ、そうだね。そうそう、俺がきっと、仕事をしたてぐらいだから18、19ぐらいの時に初めて見たのよ。それもあ、今考えたら博多のね、中洲のね、本通りの入り口のところにバー、ちょっとインターナショナルバーみたいなのがあって、そこでやってる日本人が使ってたんだよね。で使ってて、それが2人いて、1人はホットケーキ使ってて、ホットケーキってあるじゃん。あで1人はケンタウルス使ってて、富豪かと思ったんだよね。マジで。私目の当たりにすると、でも今考えると実は博多にすごい有名なバンドがあって、今でもレオタード・スキナード。ああ、レオタード・スキナード。スキナードだっけ、多分。そうですね、レオタード。いわゆるそのジュアンさんっていう方が、いわゆるその本物のバースト持ってる人たちがいるんだけど、あの人たちだったかもな、今考えたら。僕スタジオ行ったことあるんですけど、博多駅の近くに。ああ、はいはいはい、あるらしいよね。あそこ、開かずの扉みたいな、このもう扉があって、そこが開くと。知り合いなの？あ、僕そのスタジオを使ってて、ちょっと顔見知りになって、はあ、で音楽スタジオなの？音楽スタジオ博多駅に。もうでも多分趣味でやってるんじゃないかっていうノリの、ノリって言ったらあれですけど、雰囲気の、もういわゆるレンタルのエレキギターがレスポールのなんかカスタムショップみたいなの買ったりとか、それが1時間200円で借りれたりみたいな。マジで？ちょっとおかしい。マジで？あ、いや、ちょっとびっくりした覚えが。すごっ。ちょっと今思い出しました。まあというわけで、いわゆるケンタウルスのオマージュ系という意味では最高峰じゃないかというやつなんですよ。ケンタウルスのオマージュ系は実はめっちゃ持ってたのね、俺。ケンタウルスも3台持ってたし、富豪なんだけど。いやいやいや、すごい冗談だけど、そのだからまあ3台持ってて、でその後いろいろなところのオマージュ系は何台持ってたかな、56台持ってたかもしれないな。でもすげえよ、正直。悪いけどもう全然、いわゆるその手に入れよう。あ、そもそもでも健太が分かんないんだもんな。あ、僕がそうなんですよ。あ、健太何でもいいよ、質問して。まず健太の一部、そのみんながこう健太健太言ってた、その理由は何なんですかね。ああ、なるほど。なんか、どうやって話したらいいかな。一番分かりやすく話すと、まあ筐体がね、まずそのもういわゆるそのケース、このね本体が超でかいじゃん。あ、大きかったですね。超でかくてインパクトがやっぱりあったのもあるし、やっぱし当時としては何つったらいいんだろう、当時の話だけど、オーバードライブって何つうのかな、やっぱりいいアンプに通して成立するものだったような感じがあるんだけど、もうねすでにアンプみたいだみたいな感じだったんだよね。あ、もうその何に通してもケンタウルスを淘汰してしまえば、まあ、全部チューブアンプみたいに、そうそうそう、いわゆるチューブライクという言葉の先駆けだったような気がするな、なんか今考えると。なるほど。それがやっぱりだからその前に TS9 というものがあり、TS9 がいわゆるそのチューブライクの先駆けだったのを、もうよりもうなんていうの10段ぐらいグレードアップさせたものが、はいはい、ケンタウルスというような当時イメージだったような気がするね、今考えると。なるほど。でケンタウルスは、はあ、まあその当時だとすごく、なんつうの先駆け的なものとしては、今はもう当たり前なんだけど、昇圧回路が入ってたんだよね。ああ、いわゆるあれ電源自体は9ボルト、9ボルトなのよ。が中で昇圧されて18ボルトになってて、要はその高い電圧でエフェクターが実は動いてた、後から分かるんだけど動いてたんで、要は音がいい、9ボルトでは出せないような音になってたんだけど、だからやっぱりその原音に素直で、要はそのスポイルされるって言って、そのいわゆる削られてしまうところがないという体で、まあ人気があったんだよね。大人のその一品でしたよ。なるほど。もう本当に葉巻を買うぐらいの勢いじゃないだ。なるほど。そうそうそう。まあ一つ格好もあるんですかね。なんかこう。いやあると思うね。そうそう。で後からわかんだけど、そのでかい筐体がアルミの削り出しなんだけど、その筐体もやっぱりサウンドの秘密だったというのはあるんだよね。お、そうなんですね。そうそう。だから今その後やっぱりそのアルミで削り出しのでっかいケースを、重森とか知らない？あ、なんかありましたね。あるでしょ。うんうん。名古屋の、そうそうそう。重森さんとかがやっぱりそういうケースを作り始めて、まあいろんなところ、本当にいろんなところがアルミのケースででかく作って、その恩恵に預かったっていうものでもあるよね。だから何かとセンセーショナルだったのはもう間違いないのよ。こうやってるけどこれじゃないけど、そうそうそう、これは違うあれなんだけど、また別のっていうところ。そうそう、ケンタウルスはそうだね。それはそう、その一番そのセンセーショナルだったとこはそうだね。ああ、そうなんですね。そのアルミのその筐体も音に影響してたっていうのもちょっと今初めて知りました、ね。だから多分それが分かったのも、ケンタの中身を出して他のケースに入れたんじゃない？もっとちっちゃくしようとして、それで音がおこれじゃんって分かった人がいるんだと思うんだけど、まあもうそれはもう当時から噂だったよね。まずそんな感じだね。で音の方はというと、まあ俺は完全にストーンズだなって感じ。おー、なるほど。もうクランチトーンみたいな感じ。クランチトーンだね。まあそのいわゆる本当にいいヴィンテージフェンダーの、フェンダーでもないんだよな。でもなんだろう、まあでもフェンダーかな。なんかでもバリバリしてるわけじゃないんだけどね。フェンダーってちょっと歪ませるとバリバリするんだけど、バリバリしてるわけじゃないんだけど、っていうかまあヴィンテージのいいアンプを芳醇に鳴らしてます、それを録音しましたみたいな音には聞こえていたね、昔はね。今はまあそのいいエフェクターだなっていう感じ、やっぱりちょっと印象が変わったけど、やっぱりその当時はそんなエフェクターがないから、珍しいって、もうアンプじゃん本当にと思ってたけど、今はねもうそれが当たり前になってきたから。歪み量とかはあんまりこうジャキンとこう歪むもんでもないんですよね。いやいや、結構歪むよ。結構歪むし、でもやっぱりちょっとロックンロール系ではあるよね、歪み量はね。で、いわゆるこうさっきちょっといろいろオマージュも探してみたっていうところなんですけど、いわゆるそれはこう何ですかね、こういわゆるケンタウルスがこうちょっとあんまりこう持ち出すのが嫌だなみたいな時に、そういうクローンというか、あ、そう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 、あ、俺が買ったけどね。あ、そうそう、1個が最初ね、定価が多分7万5千円だったと思うんだよ、日本で。で海外でも$600とか$570とかで、結構そんなに値段差がなく売られてたと思うんだよね。そこも偉いんだけど、もう本当にその輸入代理店がね。ででも10万を超え15万を超えってなってきたで18万を超えとうとう20万円を超えた。そうするとこれやっぱりスイッチって踏むからそうですね、なんか何してんだろうって気になってくるじゃんそうですね、しかもこうアナログ回路ってなんかこう繊細な気がして、うん、そうそう、このスイッチってね本当に壊れるから俺ほら作れるからさ、作ってるからそのスイッチ壊れるのよく知ってるから壊れるっていうのもあるし、まず筐体がでかいからエフェクターボードの中ですごくやっぱり幅を取って俺もう検体一発で頑張りますみたいなペダルボードセッティングになるし、これを2個3個にしようとするとめっちゃもう1枚でっかいやつにしないとダメなのよ。なるほど。それはそれでもうこうなんつうの、もう踊ってるみたいになるそういう見方が、そうですね、そうそうそう、だからちょっとちっちゃい方がいいかなと思って探したんだけど、ちょっとちっちゃいとか、まあスイッチが壊れてもいいように今にいてもう全くもう見た目も一緒っていうやつも買ってみたんだけど、いや全然、あ、もうそんなにっていうぐらい違う。うん、残念だけどなんかこうジャンって出したらあらっていう感じ俺の知ってる感じじゃない。俺ケンタウルス初めて買った時はジャーンって部屋の本当にちっちゃなフェンダーのちっこいアンプでジャーンって出しただけでめちゃくちゃいい音じゃんみたいに思ったんだけど、なるほど、よかった全然。でもそれはいろんなエフェクターで慣れたのかなっていう、他にほらやっぱりたくさんいい、当時はねそれしかなかったぐらいだから、それとホットケーキぐらいしかなかったからいいのってって思ってたからかなって思ったんだけど、これに出会ってね、これも振り込みはそうですよね、なんかあのこれ完全再現でね、そうそうそう、だからこれだってね、もう全然、あ、これケンタウルスちゃんって思った。もうそんなぐらいの再現。うん、全然全然。すごいよね。すごいですね。メイドインジャパンだよね。そうそうそう。すごいすごい。久しぶりにメイドインジャパンのこう技を見たっていう感じはあるよね。だってね、ケンタの中身のそのいわゆる基板、ね、基板もこのぐらいはあるんだよやっぱり。大きさ的にこのぐらいあるのね。これって入らないじゃんってもう純粋に思うわけ。もう縁いっぱいみたいな。そう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 。でだってこれもあるしノブもあるし薄さもあるしスイッチもあって電池も入んだよこれ。あ、これどうやって入るんだろうみたいな。確かにすごいサイズ感ですね。確かに。でしかもそのほらいわゆるあれじゃないじゃん。アルミの削り出しのでっかい携帯じゃないじゃん。ああ、ほらいい音すんのと思ったんだけど、すごいそっくりだよ。その音です。で、まあちょっとまあこれブーストちょっとセッティングになってて、今トーンもまあ原音と同じぐらいになってて、ブーストのセッティングになってる。ちょっと。こうプッシュするような感じ。いい音やろ。なんかこれも一気に確かになんかもう借りた言葉みたいですけど、もう中盤部ね、そうです中盤部なんだけどね。そうそうそう。美味しいとこがこう綺麗に出てくれるっていうか、そうそうそう、張りが出てなんかちょっとボケてたの、ほら、ああそうですね、ボケてたのがきちんとこう芯がこう出てくるような、そうでもローもちゃんと残ってるっていう。てすごいいいムードのある音だね。着色がねやっぱ少ない。おー、そうなんですね。だから本当にアンプの方があんまり良くないとあんまり良くならないの。あ、アンプにちょっと左右されるんです。アンプ、これ僕まさにアンプちゃんって言ってたんだけど、その最初はでも実はそうじゃなくて、やっぱりいいアンプでやるとやっぱりより良くなる。着色が少ないからそれぐらい素直ではある。ああ、なるほど。素直すぎるからこその。そう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 。だからアンプの方がちょっとしょぼいとしょぼい音になる。そこが健太も一緒なの。あ、そうなんですね。そうそうそう。そこがだからこんなに似るのっていうぐらいこの筐体でこのサイズ感でちょっとびっくりよ本当に。確かにそうですよね。MXR ぐらいの大きさですよね。そうそう、横にしたね。そう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 。すごいですね。すごいじゃん。優秀な。張り出しか感たるや。素晴らしい。むちっとした感じっていうんですかね。そう、密度が高い感じがあるよね。これはだからこれとアンプがの良さとでニコイチな感じをやっぱりいい感じで提供してんだよね。ああ、なるほど。そうそうそう。瀬山さんが持ってる時に使ってた使い方っていうのはブースも踏みっぱなしですか、それともオーバードライブ？俺はねオーバードライブとして使ってた。ああ、なるほど。このぐらいの軽いクランチ感とか歪み感ってジャズとかフュージョンとかいわゆるそのソウルミュージックとか。ああ、なるほど。もう持ってこいなわけじゃない。そう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 。だから俺はオーバードライブというかもう軽いクランチとして使ってた。もうお前おすすめ。すごいよ。びっくりした。えらい興奮してたのをこう。そうそうそう。ああと思って。おおマジかと思って。ここまでにいるから。もうちょっと似てないと思った正直。ああそうなんですね。筐体のやっぱり部分は隠せないだろうなと思ったんだけど。ああそう。なんかねこのなんとも言えないこのね歪みのこの。マジでキースなの。キースのエクスペンシブワインの音っていうの聞いてもらえば分かるけど、キースの音じゃんこれっていう。そうそうそう。一緒に CD かけて「うわ似てる!」みたいな。やっぱいいアンプ使ってるもんねキースもね。あ、なるほど。ああそうなんですね。ひととき楽しかった本当に。そうなんですよ。というわけで、はい、ちょっとなんかどんな感じか演奏してみようか。はい。長いかな。ブルーズやろうか。はい。わかりました。軽く。はい。キー A でいこうか。A 方はいいねボタン、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それでは。